反信長勢力を煽り包囲網形成。きっちり働いてやるよ。参りましょうぞ、桃地殿。この利根坂にて俺は義景様を討ち、過去と決別する。もはや勝機は逸しました。急ぎ一乗谷まで撤退し再起を図るのです。信長殿は正面より朝倉を追っている。ならば俺は側面より進み攻撃を狙おう。もう大田勢が現れたか。これでは勝ったところで無駄死にか。身体に迷っている敵がいるようだ。一押しすれば寝返るかもしれないな。どうせよ。それ。我々が義景様の撤退を援護する。そんな悪あがきなど蹴散らすまだよ。これで我らの強さを示せたはず。時を置かず寝返ることになろう。朝倉の命運は月とも同じ。我らは織田に味方する。開門。投目なさい。ならば織田への忠を示してもらいたい。義景様への道案内お前に任せよう。信長の好きにはさせぬ。織田勢を一条谷城に近づけるな。後輩より敵が現れぬとも限らん。本陣は油断なく守りを固めておく。平門打ち死に。打ち死に。打ち死に。討ち死に。討ち死に。殿に急ぎの用がある。開門。開門。関より織田勢が寝返った者の仕業ですか。一条谷城が攻められているだと。急ぎ義景様をお守りせねば。開門。さすがは義景、守りの固さは大したものだ。さあどう攻めたのか。親父、俺に任せてくれ。忍び込んで中から城門を開けてくるぜ。開門。こんなもんだ。誰だ。勝手に城門を開けたのは。薄汚い織田のネズミどもめ、覚悟しろ。今が好機。
一気に一条谷城を攻めろ。越前の者たちが織田の犠牲に。討ち死に。遊んでやるよ。敵将討ち取ったり。父上、仇討ちはなりませんでした。討ち死に。辰沖殿、さぞや無念でしょう。やったぜ助太刀、ありがとな。邪魔者も消えたことだし、うん、こっからが本当の勝負だ。お任せあれ。もはやこれまで。一戦交えて潔く散りましょう。開門。討ち死に。剣心、聖堂を汚す者たちを討つべく水産。遊んでやるよ。なんと剣心殿に来ていただけるとは。越前の命運、まだ尽きてはいないようですね。上杉剣心、またしても邪魔立てするか。攻撃されては厄介だ。急ぎ上杉勢を止めろ。開門。勝利条件変更。ここまでのようですね。越前に万年のバランコと打ち死に。吉影様、あなたにも認めてもらえるよう、いつか必ず作ってみせます。織田勢が一条谷に向かっている今が好機。全軍、織田本陣を吸収せよ。剣心と正攻法で当たるのは得策ではない。先に上杉の兵力を削っておけ。もはや負けたものと諦めていたが、上杉が共にあれば信長を討てるかもしれぬ。我らには軍神と称されし剣心殿がいる。織田勢などにひるみはせぬぞ。急げ。急げ。任せな。行け。織田勢を上杉本陣に近づけるな。敵の兵力、少しでも削っておきたいんだ。それまで討ち死に。一条谷城より戻ってくる織田勢を迎え撃つ。速やかに敵の砦を奪い、布陣を整えよ。倒しても倒しても上杉勢が、朝倉の軟弱な武者どもなど織田の敵ではないわ。援軍を得た今こそ反撃の好機。とはいえ勢いのある織田勢をどう攻めたものか。開門。おお、助太刀あらばしのげよう。上杉の者どもかかってまいれ。討ち死に。よし、上杉勢を押し戻すぞ。上杉本陣を守る砦か。ちょうどいい。砦を奪い攻めの起点とせよ。もうこんなところまで攻めてきたのか。鉱山だ。何でもするから助けてくれ。
そうだ、私がこの地の案内役となろう。上杉勢を奇襲できる道があるのだ。上杉の固い守り、鉄砲でなら崩せよ。鉄砲隊を出せ。織田は何やら企てているんです。打ち払え。お任せ。こちらの動きに気づいた。邪魔はさせるなら出てきた敵を撃て。上杉兵とて恐れるに足りぬぞ。放て！鉄砲だ！織田が撃ってきたぞ！うまくせよ。皆の者、ひるむでない！清き上杉に横島な弾など効かぬ！開門！ここを抜ければ上杉本陣まであと少しだ。開門！吉影に刃を向け、ライオンをあだで返す愚行、恥を知れ。避難は甘んじて受ける。だが今の俺に一切の迷いはない。さあ着いたぞ。この先が上杉の本陣だ。何、敵襲か。奇襲とは下道の好みそうな策だ。天下無双の名は俺がいただこうか。私こそが天下無双の者らふなり。討ち死に。聖堂を掲げている我らに敗北は許されぬ。正しき道を歪める者は滅ぶがよい。正しいかどうかなんざ興味もねえ。貴様に俺の何が分かるってんだ。これで朝倉は滅んだ。光秀、お前の覚悟見届けたぞ。もう戻ることはできない。次の浅井とも全力で戦い抜いてみせよう。